画面の左ホームの八戸、画面右アウェー讃岐の選手たちです。このボールは低いボールになった。庭のシュート、前澤ボレー、最後カエルマ、ここはキーパーが反応しました。高橋、その後に前澤のこのボレーがあって、最後はカエルマからつないで下堂が讃岐ボールです。内田から足すらして、さあアウト、ゴール前に迫っていく、左足入りました。ゴール左隅に吸い込まれていくようなシュート、先制は蒲田マーレ讃岐。コースギリギリ、しっかりとそのキーパーの蔦の横を通り抜けてゴール左隅に後藤から、さあ入ったばかりの西本、松本左足アウト、ここはキッカーは青戸、決まった PK 決まって2対0とリードを広げます。讃岐青戸は今日2ゴールということになりました。3ゴール、ここも落ち着いて決めていきました青戸。リードを広げています。蒲田マーレ讃岐、佐藤葵、さあ折り返してシュートに行く、有馬キーパー高橋しっかりと抑えています。藤井から前澤、あっと読んでました渡辺優雅、さあ持ち込んでいく、持ち込んでいく、右足キーパーの蔦止めています。